タイチ TV。 はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。今日はですね、12月25日クリスマスでございます。皆さんチキンとかね、ケーキとか、いっぱい食べましたでしょうか。どうしてもクリスマスとか年末年始ってなると、そういうね、美味しい食べ物がねたくさん出てきて、まあ、友達同士とか集まってね、パーティー開いたりとか、街中行ってもね、美味しそうな食べ物がいっぱい並んでるわけですよ、ね、つい食べ過ぎちゃったりなんていうこともね、あると思います。そんな時にぜひね、ネガティブにならずに、次の日の食事とかその後の食事でぜひね、少しリセットを心がけていきたいなっていう部分があるので、今日はね、そのリセット方法なんていうのを、どんな食材を選んでいったらいいかっていうのをね、お話ししていこうかなと思います。はい、まずはこのキーワードをご存知でしょうか。こちら、はい、孫は優しいというキーワードがあります。以前の動画でも一度話したことがあるかもしれないんですが、これはね、とある食材の頭文字を取った、キーワードになってます。これについて一個一個喋ってるとすごく長くなっちゃうんで、一覧でまとめましたので、それをご覧いただきたいと思います。それがこちら、はい、こちらでございます。このキーワードっていうのは実は、和食の食材の頭文字なんですね。で、栄養素なんかはね、表示されてる表をちょっと見ていただければと思うんですけれども、まは豆、ごはごま、わはわかめ、やは野菜、でさは魚、しは椎茸、いは芋っていう感じになってます。和食の定番の食材がすごく多いですよね。でどうしてもクリスマスとかそういう年末年始ってね、揚げ物いっぱい食べたりとか、脂っこいものいっぱい食べたりとかね、スイーツいっぱい食べ過ぎたりなんていうこともあると思うので、その辺をこういう和食で、リセットしてあげるとすごくいいんじゃないかなと思います。食べ過ぎちゃったから全部食事抜こうっていうのがちょっと一番良くないとは思うんですね。食事抜いちゃうっていうのが良くないので、まあ、この食材を選んでしっかり和食を、適量を取ってあげるっていうのが一番だと思います。もちろん食べ過ぎちゃってる、部分をね、リセットしたいのであれば、この和食でねお腹いっぱい目いっぱい食べちゃうと元も子もないので、まあ、しっかりね、カロリー計算をするとか、目安で食べるんであれば腹7分目、8分目ぐらいで、抑えていただく。でもう本当に気になってるようであればね、カロリー計算をしっかりして、ちょっと控えめに食べるとかしてリセットをしていただくといいのかなと思います。この和食の食材をしっかりとっていくことで、体のメンテナンスっていうのもしっかり、行っていくことができます。抗酸化作用っていうね、若返り機能もね、活性化させることができますので、ぜひこの孫は優しいのね、この画面スクショしていただいて、この食材を選んでいただいて、ぜひクリスマスの食べ過ぎをね、帳消しにしていければいいかなと思います。どうしてもね、食べ過ぎちゃったってネガティブに考えがちなんですけれども、じゃあ明日はこういう食材にしようっていう風にポジティブに考えていった方が、いいかなと思いますので、ぜひトライしてみてください。はい、ということで、孫は優しい和の食材の紹介をさせていただきました。皆さんね、普段使ってる食材もあると思うんですけど、こうやってリストにしてみると意外と取ってないなっていうものもあると思うので、ぜひ見直して、食べ過ぎちゃったなっていう方はね、選んでみるといいんではないでしょうか。僕もね、クリスマス、年末年始食べ過ぎる機会みたいのも、あるとは思うので、まあ、そんなねタイミングをうまくちょっとリセットを使いながら、やっていこうかなと思います。年末年始ね、どうしてもそういう飲み会とかがあって少し太りやすい時期になってきちゃうかなと思います。ただ、いつも言ってるように冬はね、代謝が上がって痩せやすい時期でもありますので、しっかり体のメンテナンスと、日々の運動を心がけて、年末年始でね太らないように、調整していきましょう。ピーコは豆とかごまとか大好きだもんね。うん、豆類最高だよね。うん、だからめっちゃいっぱい食べるこの冬。そんないっぱい食べたらダメだよ、ピーコも太っちゃう。え、嘘。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。またね。ご視聴いただきありがとうございました。和食っていうのはね、やっぱり食材が非常に優秀ですね。ただまあ塩分の摂りすぎとかにも、ぜひ気をつけてね、バランスをとって食べてみてください。